帰宅、まあまあ結構帰宅直後ではないな、今は。残酷な天使のように少年よ神話になれ。チャ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 ラパンパパママママパパパパパ、間違えた。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中に出すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話に。声張りますね、この曲。うんうん。ちょっとね、この感じだとね、ちょっといっぱいいっぱいだから、ちょっとまだみんなをLCL にするにはもうちょっと気合が足りないかもしれないな。気合の問題なのかっていう問題も発生してくるんだけど、やっぱりそこら辺は気合が必要な部分なような気もしてくる。ずっと眠ってる私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる、世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はそう自由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみがそして始まる、抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る、女神生きる。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで